どうもこんにちは。ヤフオクにて後期型テールランプが安価にて入手できたので交換します。ちなみに新品だと1組10万以上します。ヤフオクにて入手したのでパッキンを新品にします。これをやらないとレンズに雨水が侵入します。清掃します。綺麗になりました。これが新品パッキンです。前期と後期と違いがあります。前期は雨漏り対策品がありますので発注には注意が必要です。左右間違いがないか確認して貼り付けます。ネジと穴を合わすようにしてゆっくり押し込めば問題ありません。逆側も同様にパッキンを貼り替えます。前期テールが飽きてきて後期テールのがかっこいいですね。それでは作業に入ります。まずトランクを開けます。フロアマットとリアフロアフィニッシュ、プレートを外します。クリップ外しとマイナスドライバーがあれば便利です。マットのピン3箇所を外します。外さなくてもできそうですが、今回はリアフロアフィニッシュ、プレートを外します。配線を外します。4本のナットを外します。配線の固定を外します。ひねるようにすれば外れます。左右、上下揺するように外します。汚いので清掃します。綺麗になりました。取り付けます。取れてませんが、フックみたいのがあるのでフックとボディの穴を合わし押し込みます。ネジを締めてきます。4箇所均等に締めます。強く締めようとするとスタッドボルトが回ってしまうので適度に締めます。ズレなどなく取り付けました。配線を戻します。左側も同様に行いますので早送りします。
左側もずれなく取り付けました。フロアマットをきれいに押し込みます。フロアマットをクリップで固定します。リアフロアフィニッシュ、プレートを取り付けます。爪と穴の位置を合わします。仕上がりは良好です。クリップ3つ入れて終了。